ねえねえおっぱ、私のこと愛してる？ああ、もちろんさ。どれくらい愛してる？そうだな。これくらいかな。え、たったそれだけ？地球が、これくらいでね。甘い！さあ、いいね。ボーナスもらいました。僕が働く会社はね、1年に2回、夏と冬にボーナスがもらえます。冬のボーナスは以前動画上げたんで見てください。現金でもらえます。現金でもらえるのは理由があるんですけども、説明はしません。銀行の振込手数料がかかるっていう理由ではありません。足をね。はい、いちいち説明するのめんどくさいんで、手取り金額だけ公開します。どう？てでーん。315,244円。イエいやー、最近不景気でしたからね。今回ボーナスないんじゃないかって心配でしたから、ほんと安心しました。よかったです。ありがとうございます。なんとかこれで借金全部返せそうですわ。ほんとよかった。まあもう少したらね、お金に余裕ができますんでね、遊びに行きたいなと思ってますわ。はい、クロップ、おぬるよい家人だ。どうもよー。バイバーイ。おはようございます。4時からテレビに撮るんやけど、ラジオ聞いて。ああ。寒いで送れへん。あ、そうか。はい。今日はね、サムゲタンを作っておばあさんに食べさせてあげたいなと思ったんですけどね。やっぱサムゲタンは手間がかかってめんどくさいですね。というわけで今日はこれを作りまーす。はい、冷凍サムゲタンでーす。このハヌリさんってとこで注文して買いました。はい。ハンニさん紹介したんでお金くださーい。飲んだ見えよ。よっしゃよっしゃよっしゃ。はい、できました。はい、これがサムゲタンですよ。どうやらほら、おー、おいしそうね。いただきます。この塩とか胡椒入れて味付けして食べてください。自分で。ほう。でも、味付いとるよ。味付いとる？うん、塩味が。これもち米とかいろいろ入っとるね。あ、ほんとや。どうや？ちょっと薄いけど。うん、大丈夫。うん、これくらいでいい。もち米は美味しい。もち米美味しい。うん、よかったよ。これ食べれんよ。ご飯いらん。うん、ごもたくさんあった。じゃあ僕がもらうでいいや。じゃあご飯僕がもらいます。はい、はい、うん、うん、濃厚やな。結構結構結構濃厚や。うん、ああすんげえ鶏の味がするな。うん、ポロポロと取れてくる肉が。そうそう、これ肉は。こいつそうだ。これ骨も。これは温めるだけ嫌だ。うん、うん、あ、うまい。うん、うまいな。うん、うん、あ、うめ。画期的なシールを入れるとうまいね。だって、カレーやとね。おお、そう。で、辛くないこれ。うん、うまいこの鶏。
うん、柔らかいな。うん、このカクテル食ってみ。大根やね。うん。発酵しとらへん。うんてや、買ったやで。でもこのくらいでいいかや。あんさ、おいしい。昨日買った餃子やね。昨日買った餃子、おばあは。そう？うん。うん、まあまあ同じやな。本当？まだ食っとらん。うん、うん、まあまあ。うまいか、そのサイ、三ツ矢サイダー。スカッとするでスカッとするでいいか。はい、ごちそうさま。もうお腹いっぱい？うん。あ、腹いっぱい。腹いっぱい。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。この残りはね、明日おばあさんが食べます。餃子も明日おばあさんが食べます。確定も明日おばあさんが食べます。硬い。その無言でやったっていうのはあかへんな。おばあも食べる。おいしいです。おいしいですか、うん、カメラ見ていってみて。おいしいです。おいしいです。はい、おばあさん食べてないけどね、うん、今日は雨降れで、じゃ、うん、あんまりアイスもよくありません。よくありません、うん、なんで。ほら、暑い時に食べるやつが一番いい。暑い時に暑いものがいいんですよ、ご主人。冗談じゃないよ。暑い時は冷たいもんだよ。暑い時は冷たいもんだよ。これもの、まあ、知らん。このものまね知らん。知らん。この暑い時に暑いのがいいんですよ、ご主人。冗談じゃないよ。暑い時は冷たいもんだよ。私、よそのラーメン食べたことがね。じゃあ行こうか、今度。あの、真っ白の豚骨か。豚骨いや食べたことがね。あ、行こうか、じゃあ。今度おばあさんとラーメン食べに行ってきますからね。うん、期待してくださいね。食う。ちょっと僕今からうんこしてくるんで、おばあさんがその間皆さんにお話があるんで聞いてください。おばあさん、皆さんにお話してあげて。ありません。うん。